はい、よろしくお願いします。今回はスーさんの微分復習編をお送りします。で、今回この5問やりますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はタイトルにあるように復習編です。微分がね、スーさんの微分が前回スタートしたんですけど、まあ、微分に関しては一回数2でね、みんな触れてるので、そこで習った知識です。上の4つは。そう。だからまあそこの復習なんですが、次回から始まる積の微分とか、まあ、小の微分とか合成関数とかの時にこの知識を使うので、一回ね、ここで確認させてください。まあ、復習なんでね、サクサク行きましょう。で、まず X4 乗、こいつから微分していきますと。で、微分のやり方は、肩についてる、今4だね、っていう数字を前に出します。だから4ですね。で、ただし、ここの肩についてる数字の次数が1個下がります。だから4から3に下がって 4X3 乗。X の4乗を微分するとね。で、プラス X の3乗も肩の数字が出てくる次数下がります。X2 乗も出てきて次数が2から1に下がります。で、X もまあ次数が下がってとかやってもいいんですけど、X はもう微分したら1って覚えちゃってください。のが絶対楽。で、定数項の1っていうのは消えてしまうので、これで終了となります。で、2番。微分した y' イコール、肩についてる数字3が出てきます。で、もともとマイナス2がいるので、マイナス2と3をかけてください。だからマイナス6ね。で、次数が下がります。ここの出てきたものを割と足してミスする方がたまに出てくるので、マイナス2と3足しちゃうみたいな。これかけてください、必ずね。で、7x は、x はね、1になるから、7だけが残ります。7×1 なんで7と。で、定数項の4は消えるから、これで終了です。で、分数入ってますけど、気にせずいきます。4が出てくる。マイナス2分の3とかけると、マイナス6。次数が下がって3です。X3 乗、3が出てくるんで、1になります。3分の1と約分するとね。で、1はもう書かないで、次数が下がって2乗。マイナス 5X は、マイナス5となって、これで終了でございます。で、4番なんですけど、これ、その先で勉強する合成関数ってやつを使えばサクッと解けるんですよ。ただ、一応これ今シリーズでやってて、まだ合成関数やってないんで、この動画の段階ではね。だから、それを使わない。普通に展開をして、6乗マイナス 2x 3乗プラス1。これを、微分するっていうやり方でやらせてください。合成関数でね、もちろん、もう知ってる方はやっても構わないんですけど、答え同じになるからね。で、x6 乗なんで、6x 次数下がって5乗。3が出てきて、かけるからマイナス6、次数が下がるから2乗。定数項は消えるので、これで終了となります。で、ラスト5番ですね。で、まず fx が絶対値 x、カッコ x マイナス2って、ちょっとこれ見ただけでもね、って思う感じの、まあ、めんどくさそうな問題なんですが、こいつが x イコール2で微分可能かどうか、つまり微分ができるかどうかを調べなさいっていう問題です。で、このタイプの問題が出てきたらですね、前回やった、リミット h を0に、まあ、近づけた時の、h 分の fx プラス h マイナス fx っていうのを前回やりましたと。で、これを使っていきます。ただ、使い方がちょっと違くって、このね、微分可能が聞かれたら、0を、プラス方向から0のパターンと、マイナス方向から0のパターン、2パターン両方計算してください。2つ計算するんです。で、その計算の結果が同じになったら、例えば5と5みたいな。同じになったら微分可能です。微分できるよって、その場所でね。で、5とマイナス5みたいな感じで一致しなかったら、x イコール2、その場所で微分できませんという判断になるので、だから、まあこういう問題が出てきたら、プラス方向から0、マイナス方向から0を調べていきましょうだと思ってください。で、やっていくんですが、入るだろうか。行きましょう。ちょっと上詰め気味で、
ちっちゃくてごめんなさい。H を、プラス方向から0に近づける、H。で、あれを使っていくんですけど、今、X イコール2でって調べろって言ってるんで、X のところに2を入れてください。つまり、F の、2プラス H マイナス F2 になります。これを調べていく。で、プラス方向0。これ、せっかくなんで、ちょっと下、一緒に変えちゃいますね。入るかな。H をマイナス方向から0で、同じですね、これは。2プラス H マイナス F2 と、入った、ギリですね。で、まずやっていきましょう。で、H 分のは、変わらずそのまんまいじれないんで、で、この F の2プラス H は、X のところ、つまりここですね。この2箇所に2プラス H を代入します。で、左側はそのまま2プラス H。カッコの中に2プラス H を入れると、2とマイナス2で消えるんで、H しか残らなくなります。つまり、絶対値の中身、ちょっと順番をね、変えて書きますけど、H カッコ2プラス H と、こうなります。で、ついでなので一緒に書いちゃいましょう。マイナス方向から近づけた時も、今はね、中身を計算してるだけなので、ここも変わりません。こう。で、こっからです、ポイントは。今ですね、例えば上の青の方を見てください。H をプラス方向から0に近づけました。今0があります。プラス方向から近づけてるんで、まあ限りなくね、0には近くなるんですけど、絶対にプラスなんですよ。プラスから近づけてるから。逆に赤のマイナス方向から近づけてるのも、0に限りなく近い、すごい数字になるんですけど、絶対負なんですよ。0より左から来てるから。つまり、上は H は正で考えるし、下は H を負で考える必要があります。で、カッコの中身の2プラス H は、まあ、H が0に近い数になるんで、2がいるから。結局プラスなんですよ、両方ね。でも、H は、こっちは正で、こっちは負なんですよ。つまり、上の青の方は、絶対値の中身が、正かける正になります。だから正なんですよ。でも、下は、負かける正なんで、絶対値の中身が負になっちゃうんですよね。絶対値っていうのは中身が負になったらマイナスをつけないと外せなくなるので、そこで変わってきます。上と下が。で、上に関しては、プラス方向から近づけた時に、これをそのまま外せるから絶対値外すだけ。で、H を約分されるから、こうなります。H、約分するからね。で、こうなれば不定形じゃなくなるので、H に0を代入することができて、2が出てきますと。値としてはね。でも下は、マイナス方向から近づけると、中身が負になってるんで、絶対値を外すときにマイナスをつけなきゃいけない。つまりマイナスがつくんです、前に。で、H で約分すると、マイナスカッコ2プラス H なんで、まあ出しちゃおうか。マイナス2マイナス H になるんですよ。マイナスがいるからね。で、これに H を0を代入すると、こっちはマイナス2になります。つまり、上の、まあ、0から、あとプラス方向から近づけたものと、マイナス方向から近づけたものが一致しませんでしたと。だから、よって、X イコール2で、微分、可能ではないと。入ってるね。OK。っていう感じで終了となります。で、もし先生が、そのね、こいつ、ノットイコールこいつみたいなちゃんと書きなさいみたいな一言言われたら書いてください。自分は別にここまでちゃんと示してればいいでしょうと思ってしまうんですが、まあ、そこはね、変に限定食らうのも嫌なので、まあ、方針としては、プラス方向から0に近づけたものとマイナス方向から近づけたもの、両方を計算して、数が一致してれば OK。してなければ微分はできないよという判断になります。で、ちなみにちょっとおまけになるんですけど、その微分可能の問題っていうのは、まあ、連続で、X イコール2で連続ですかみたいな問題とよくこうね、抱き合わせで出たりすることもあります。で、例えば、そのね、X イコール2で、微分ができると。微分 OK、OK でしょうか。
微分ができるんだったら、その場所で絶対連続です。だからもし、x イコール2で、連続ですか、微分可能ですか、両方調べなさいみたいな、出された場合、微分可能を調べて、それでもしね、今ダメだったけど、微分可能ですよっていうの出てきたら、もう、その抱き合わせで一緒に連続も言えるの。微分が OK だったら絶対連続ですよとか言えることができます。ただし、これ逆はできません。連続であると言えたとしても、絶対微分可能っていう保証はないので、そこちょっと注意してください。まあおそらく教科書とかね、みんなのワークにも書いてあると思うんですが、まあ一応で覚えておいてもらえたらと思います。では、今回はね、微分のまあ復習内容がね、主になりましたけど、復習編やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。